コロボリー・ジョン・アンティル・オ・ B ・ E は、オーストラリアの作曲家。アボリジニの舞踊をもとにした、コロボリーで知られる。ニューサウスウェールズ州シドニー出身。聖アンドリュー大聖堂聖歌大学校で音楽を学ぶ。1920年に卒業した後は、ニューサウスウェールズ州英鉄道に就職したが、ニューサウスウェールズ音楽院で、アルフレッド・ヒルについて学ぶため、5年後に退職した。卒業後、 ニューサウスウェールズ週刊弦楽団とシドニー公共楽団の両方で演奏し、1932年から1934年まで JC ・ウィリアムソン帝国オペラ団と演奏旅行を行った。1936年にオーストラリア放送協会の音楽担当となり、1968年に退職するまでその職にあった。彼の最も有名な作品、 コロボリーは1946年に演奏会洋組曲として友人センス式で初演された。これは彼が1913年に見た実際のコロボリーに基づくものである。彼はバレエとして作曲したが実際に上演されたのは1950年になってからだった。1971年には彼のオーストラリア音楽への貢献が認められ、 大英帝国勲章が授けられた。死の前年の1985年には、ウロンゴン大学から芸術学の名誉博士号を受け取った。ありがとうございます。